はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。いよいよ始まりましたね、暁大附属サクチャレで、報酬の方をちょっと確認していくと、まあ、下の方にもね、あの R の顔が載ってるんですけども、仙道っていうキャラクターですね。まあ、自分はちょっと使ったことはないんですけれども、名前が読めないけれども、仙道極み、仙道極で、このキャラは打撃キャラですね。でね、コツがねめちゃくちゃ豊富ですね。パワーヒッター、アベレージヒッター、広角打法、あと打球伸びも持ってて、で筋特がローリング打法ですね。で今のところ打球伸びのコツを持ってるキャラクターっていうのは多分このキャラ一人だけ、実装されてる中ではね。なので、まあ、めちゃくちゃ貴重ですねと。でしかも固有持ちで、35で固有ボーナスが発動するんですよ。なので、まあ、筋特を気にしなければかなり優秀なキャラクターだと思います。で俺はちょっとローリング打法とか、チーム内にね一人は欲しいんで、ぜひ、手に入れたいキャラクターですね。で、まあ、ラインとしては3000位までは SR がもらえますと。でランキングの方はこんな感じでもらえるんですけれども、コンプ報酬の方ですね。でコンプ報酬の方だと、ここで、1万1000点以上出すっていうのを、達成すれば SR がもらえるので、まずはとりあえずこの1万1000点の壁を超えるというところを、まあ、目指してやっていけばいいと思います。まあ、ランキングはね気にしないで、とにかく1万1000点を目指すという方向でやっていければ、まあ、SR が1枚手に入るんで、まあ、いいんじゃないかなと。というのと、あともう一つ、報酬の方で、あ、いたいたいた、サクチャで、4人育成すると SR のね神楽坂くんが、もらえるようになってます。これもいいですね。神楽坂くんはめちゃくちゃ優秀なキャラで、で報酬的には、神楽坂くんここにしか、出てこないんですけれども、あと全部多分ゲドウくんとかなんか、招き猫お守りとかなんで、神楽坂くんここで1枚しか手に入らないんですけれども、今神楽坂くんピックアップガチャが、来てます。で神楽坂くん自体は、プラス3の40レベルで固有ボーナスが発動して、まあめちゃくちゃね強いキャラクターになってますので、まあ、ガチャは引いていくんですけれども、ちょっと今回はガチャ動画ではなくて、まあ、サクセス動画なので、この後はちょっとサクセスの方をやっていきたいと思います。いやー、ようやく神楽坂くん来ましたねまあ PR が最低でも3つ必要と。で大丈夫博士像はもう多分全部突っ込んでも足りないんで、できれば SR がちょっと1枚出てほしいですけれども、 SR はね今回確定ではないので、ちょっとどうなるかなというところですね。じゃあちょっと、サクチャレの方やっていきましょう。はい、ではサクセスの方やっていきましょう。デッキに関しましては、お試しでやった時と全く同じデッキになってます。で、まあ、サクチャレに関してはね、フレンドさんを借りるときになるべくね強いキャラクターを、まあ借りた方がいいので、まあ、本当にね点数を叩き出したいときは、まあ、フレマラをやるのがいいと思います。で自分は結構ねありがたいことに、この SR45 のスミカちゃんって、フレンドの方の、スミカちゃんなんですね。なのでわりかしね何回かやれば出てきてくれるっていうところが本当にありがたいですね。まあ、自分はね暁キャラ強いのいないんで貢献できなくて申し訳ないんですけれども、できれば、まあ、PSR とか SR45 をお借りできるのがいいかなと思います。まあ、もちろん PSR プラゴとかいうのがね見つかればそいつを借りた方がいいんですけれども、まあ、それをやると相当時間かかると思うので、まあ、そこはどこで、妥協するかというところですね。じゃあ練習からやっていきましょう。特に監督の評価でも上げとく？コツもなく、スミカちゃんもいなく、一番最初にねスミカちゃんとか出てくれるといいんですけども、あとは例によって打倒しつつカウントを減らしていきましょう。まあそうだね、筋力かね。まあもちろんねちょっと全員打倒っていうのは、まあ、必須にはなると思うのと、金徳は例によって気にしなくていいので、まあ、最後に誰を残してもいいというところですね。まあ、打倒を本当に優先すれば大丈夫という。あとはまず一番最初に余剰打倒したい。ここいっぱいいるね。ただね7位のねコツも早めに踏んでおきたいのは踏んでおきたいんだよな。7%か。まあ、せっちゃんもいるし、ちょっとここは踏んでおきましょう。
で広角打法でコツもね、もうできれば直撮りで潰しておいて、まあ、広角打法とかねパワーヒュアも最初の方は絶対潰せないんでしょうがないんですけれども、経験点はまずコツを潰すのに回すのと、まあ、あとはね余剰とか入れてると金徳成功した時に経験点入ってくるのが違うんで、まあ、そういう守備を上げたりっていうのもありだとは思いますけれども、ここは追求しておきましょう。よし、パワーヒッターできれば潰したいけど早っここはね、なんか思想した時はスミカを誘うにしたと思うんですけど、これ多分こっそり行くの方がいいですかね。でこれで盗塁のコツがもらえるので、盗塁コツをまあなるべく早めに潰すと。で盗塁をねやっぱ直撮りするっていうのはきついんで、で盗塁は余剰がコツを持っているので、まあ余剰のねコツを踏むときに、なるべく経験点にしたいんで、ここはこれでスミカちゃんの評価も上がるし盗塁コツももらえるしというところですね。でこれもコーチをしてもらって経験点をもらいましょう。多分パワーがね足らなくなると思うんで、強心多様になるんだこれ知らなかった。余剰1人か、二宮もな減らしておきたいからな、ちょっと二宮も減らしつつ、六本木は残るかね。そうすると前回も六本木って結構後の方になりましたよね。無理だよ勝てないよ勝った。怒りが下がりすぎるのもねちょっとねあれなんですよね。ここはまあ余剰を倒すか、倒すかっていうか、まあ倒しにかかるかっていう、まあ、七井くんはねもう割と初めの方に倒しちゃっていいと思います。失敗したか。これでスミカちゃんの評価が上がるには上がるけど、あこれ調べてねえわそういえばこういうの七に相談してみよう。なんか緑毒のくれるんですよね。体力減りそうこれでも結構ポイントがもらえる。これはちょっと1回寝るか。二宮のデート、さあこれはまあ隅に置けないなと。あ体力は減らないからいいか。でこれはまあ体力あるんでちょっと受けよう。ここでねまた40ポイント手に入るんで、あとは余剰3、スミカちゃんの評価を3つまた大丈夫か。そうするとまあやっぱここだよね。余剰1人っていうのはねさすがにもったいないんで、4人いるか余剰かって言われたらまあそれは4人でしょう。ただ余剰を早めに倒してスミカちゃんの評価上げも始めたいといえば始めたい。これはちょっと無理だからメンタル1回やってこの2人を減らそう。結構勝負するねそして勝つねこれ勝つとねマジ楽だからね。どうしようかな。これ失敗する可能性もあるんだよな。体力的な問題もあるしな。頼まなくてもねいけるのはいけると思うんですよね。確実に体力を回復して練習をしましょう。これいいね。てか外野グループはやっぱり早いな。でここら辺もまあ成功してくれればいいんですけど、怒りとかね失敗した別にしょうがないといえばしょうがない。二宮は5かでも、まあ、怒りくんは逆に増えてくれてもよかったかな。あんまりね多い状態で怒りは倒したくないですからね。まあこれで減ってくけどさ怒りはねわりかし減ってくんで、まあなんとかなるっちゃなんとかなるんですよね。あんまり気にしないで。ただちょっともう10月が終わろうとしているところに、これはやりましょう。真ん中フルーティーサで最近わりかし失敗してるけど、うまーい。よしよしよし、いいね。
で、そうするともう養生だよ、本当に。行ったはずだから、いないけど。養生を倒そう。ヤシマも倒せる。せっちゃんも上げられると。OK。ヤシマ倒すの早っ。こんな早いの初めてなんだけど。さて次はちょっと二宮あたりを倒して一ノ瀬を倒してかかりましょう。まあ怒りは増えてくれていいわ。スクも三本松下がって本気が下がる。で五十嵐も下がると。おお、いいねいいねいいね。タイミング的には超いいね。もちろん彼女にしていきましょう。まあ、体力もねちょっと減ってるところで来たんで。でこういう本屋もさ珍しいよね。棚ばっかじゃんみたいな。普通さ平積みになってるのがさ結構多いと思うんだけど。でもうすでにタックが組める。7位とかも倒しちゃっていいと思うんだよね。三本松がちょっと8になるけど、二宮を減らすか。コツちょっと、まずブロックは取ろう。パワーヒッター大丈夫だよね。で広角も取って、精神もわりかし余るから逆境ももう取っちゃおう。でブロックを取ってアベレージヒッター取れる。あーさすがに無理か。まあしょうがない。一回ちょっとこれでアベレージヒッターもらって、これも潰しちゃいましょう。潰し忘れるからね、ほっとくと。これはもうちょっと無理だよ。まあポイントがね手に入るっていうのはあるけど、さらに来てるね。二宮またか。せっちゃんがいるね。せっちゃんがいるってことはここはやってもいいな、一人だけど。でかつ阿部飛を潰せば経験点がもらえるんで。であと1か。ありがとうございます。ここでラブパか。ちょっとな体力が少ないんだけど、せっちゃんの評価どんどん上げていこう。ここでも経験点がもらえるからね。いいね。60はでかいわ。で余剰の金徳が1回進んだので守備だよね。だいぶ経験点とか使っちゃったからな。だってね、なんか余剰の金徳成功率補給も上げるとねなんかいいですよみたいなのがあるんですけど、とりあえずそこまでのあれは余裕がないな。まあ、守備を1点集中で D くらいまでいける。 D くらいにしておくか。でここでちょっとな怒りがな倒しちゃうからね、一回お出かけをして体力を回復させましょう。11月でデートをするってことはわりかし早めにスミカちゃんのデートは終わりそうだな。まあ、その間にねせっちゃんが彼女になってくれればいいんですけど。はやこれはちょっと体力回復的にもったいなかったけど、まあしょうがない。でスミカちゃんの方が評価高いよね。これどっちがいいんだ。経験点的にはどっちも変わんないっけ。これも進めていきましょう。経験点をゲットするためにで倒せれば、二宮を倒したい。いいかな、7位も一緒に倒しちゃって。これで一応、この2人とはタッグが組めるようになるんで、まあ、ただね7位はどうしても PR なんで経験点的にはそんなに伸びないかな。全員1上がって本気はもう上がっちゃうんだよねこれ。で一ノ瀬を倒そう。フライのノック。
これは結構くれるよね。確か80くらいくれるはずだから、よしよしよし。ラブパワーの恩恵はほとんどなかったけど、まあしょうがない。ああ、しかもバーベキューが来た。コツがあるといえばコツがある。怒り守るか、ちょっと多いよな、まだ怒り守るは。べっちゃん3か。まあ、別にどっちが来てもいいっちゃいいからね。6本木が10、まあ、3本松も9あるしな。これは守備をやっておこう。まあ、せっちゃんもね、すみかちゃんも似た感じのデートでいっぱい体力回復するキャラだから。で、これはとりあえず前回は下にしたから、兄貴ってよりいいかにしてみる。筋力、技術、いいね。筋力技術が入ってくれるのはいいな。一ノ瀬も怒り守るも倒せるな。ちょっと待って、今何人、一ノ瀬と怒り守るを倒すと1234か。調整がちょっと難しくなってくるな。で、1234人のあれが上がるのか。4人の上がるのはちょっとな、厳しいっちゃ厳しいけどな。ただ一ノ瀬でどうにかなるか。六本木、ここら辺を少し並行して下げていくか。まあまだ早いっちゃ早いですからね、月日的には。で、タックが来てる。つくもが3減らせんな。つくもの3を減らしておくか。怪我しなかった、よかった。こういう 5% とかでね、怪我する恐れは存分にあるからね。で、ここはもう筋力をもらって、で、クリスマス、せっちゃんか。久々だな、せっちゃんとクリスマス過ごすの。で、ここはもう体力がね、めちゃくちゃ回復するんで。スミカちゃんはね、ちょっと体力回復量が少ないんですよね。一ノ瀬は倒しておこう。ちょっと待ってね、一応大丈夫だよな、大丈夫大丈夫。一ノ瀬ってコツ、野手用のコツってなんか持ってんのか、見てないけど。まあここで経験点をくれるのもでかいな。まあ、別に怒りは上がってもいいし。まあこういうのは出ておきましょう。せっちゃんの評価がどんどん上がっていくな、いいな。初詣でもせっちゃんか。野球が上手くなりたいと。これマジせっちゃんほっといても評価が上がってくね。そして大吉が出た。なんかいきなり調子いいな。で、ミートを上げておくか。弾頭は2にしておいて、 D くらい欲しいっちゃ欲しいんだけどな。ただ守備にもね、回したいんだよね。パワーを E にして、 D 欲しいね。技術がなくなるか。そうすると俺もね、打撃そこまでね、うまくないからね。まあ、これでちょっと打撃勝負に臨むか。五十嵐も倒せる、五十嵐も倒せるけど、1,2,3,4,5 人か。まだ五十嵐を倒して3本松減らすか。よし、それでいこう。五十嵐を倒して、まあ、6本木も減らしつつ、で、五十嵐を倒せばマラソンのね、体力消費が減るんで、まあ、それはそれでいいですね。3本松下げて、まあ、これは試験受けましょう。経験点のために受けましょう。一ノ瀬のね、この変化球の多さがね、やっぱりこれさ、ボールだよね。そうだ、俺アベレージヒッターだった。これは出る、よしよしよし。ああやってね、なんかうまく飛びすぎちゃうのもね。ミート打ちってね、意外になんか
難しいんですよね。どっちかっていうと強振でホームランを狙った方がやりやすい。とりあえず10点いったんで、あとはもう狙っていきましょう。ほらほらほらじゃあ初めからホームラン狙いでいけよっていうのはありますけどありますけど、やっぱりなんかね、こう開いた方が打ちやすいかなっていうのが。30点いきたいな、もう1本何かしら打ちたい。ダメまあ今までの一ノ瀬勝負から考えると結構いい方ではあったかな。結局20点だけどさ。余剰もね、単独でイベント経験点がかなり多いキャラなんで、それも助かりますよね。ちょっとここからは調整をしていかないと、六本木の6とかさ、マジ無理だから。6が倍になると12でしょ。うわ、こういうのだよなあと。うわ、ついたか、ついたか。これはもう病院行って治すか。体力的にお出かけして病院行って治そう。もうこれだけはね、ちょっとほんとストレスになるんで。しかも治んねえしロードワークに出る。ラブパでね、治そうっていうのもね、かなりきついもんがあるんで。いや、サボり癖だけど俺はサボらんよ。下り、これはもう思いっきり飛ばそう。下り、五十嵐くん、まあ、上りとかが良かったけど、まあ、体力の温存ができたと考えればいいでしょう。すごい下りこれさ、すごい下りとかばっかりだとさ、絶対1位になれないからね。平地全部飛ばしたけどさ、なれないんだよねここら辺も結局運なんだよね。2位か。でもメンタル光がいる。三本松六本木か。これちょっとやりてえな。やろう。よし、監督がいる。監督に直してもらおう今気づいたけど、直してください監督。気合い入れろっていや、そっちの気合い入れろじゃないんだけどな。まあいいか。ちょっとこのサボり癖がどう響いてくるかっていうのが怖いね。2月の1週間、ここも練習はしたいんだよな監督。どうする、ここもいいな。一回やりたいね。サボんなよ。サボったこれはもう直そう。とりあえず経験点をください。でまあ、ここで体力回復しちゃうけど、マジで直そう。もうお出かけ、もう見ない、練習は見ない。練習を見ると練習したくなるから。いやー、ほんと厄介だな。あとは不眠症のあれがあるからね。あと井戸端があるからねここら辺をどう乗り切るかだよな。井戸端はもう早めに来てくれることを祈るだけだからね。バランスボールか。前指は結構圧迫してるからな。やめとく。これで経験点を取りに行くのもありだと思うんで。二宮のコツがありつつ六本木と練習ができる。よし、 OK。サボり癖以外はかなり調子いいぞ。あのな、タックの練習ができなかったのがかなり痛いけど。どうだ。いやー、いいね。経験値が結構入るね。出たうん、まあいいいいいいよ。つかないだけマシだよ。六本木が2減らせるね。でこれでまあもちろん 3% なんで、怪我をするかもしれない怖い、本当に怖い。
で、なんだかんだでもうただ3月か、メンタルに六本木がいるね。これはもうさすがにまあ無理だからね。六本木を1にしておくか。一回メンタル練習しよう。で、あとはちょっと3つだな。メンタル3本松が倒せるね。他のやつは全員1だよね。よし、これはちょっとメンタルでいこう。これで3本松を倒して、いや、余剰ありがとう。体力も回復しつつまた練習ができる。これで2倍になったけど全員1だから OK。 怒りとかもうタイミングが合えばそろそろ倒すか。またタッグがあって怒りが倒せるね。つくもが2か、まあ、つくもはねもともと追求してあるんで多少増えても問題はないですね。まあここはちょっと怒りを倒すか。その前にちょっとパラメーターを、守備力を A まで上げられるかな。上げられるね。で、呼吸を上げておくか。じゃあ E くらいまでか。さすがに精神めっちゃ使ってるないくら暁台とはいえ、まあ、でも練習レベル5であれば7位のタックであっても40ポイントくらいは入るか。で、1上がってしまったと。まあそれはしょうがない。おお焼肉いいね。つくもこれはラスト六本木になるかな。ラスト六本木ってすげえ珍しいな。まあ別につくもでもいいんだけどね。ラストは六本木こいつ下げられるね。ただこれ打倒はいけるな。よし、ちょっと練習に集中するか。まあここはもちろん打撃練習をするとして、あと井戸端がねわけのわかんないタイミングで来なければ結構良さそうだね。よし、やる気も上がってくれて、またタッグがあるね。メンタルがある。コツがあるか二宮。でも回復させるっていうのもなありなんだよね。まだ4月なんで5月中までにね1人倒せれば、あとはね碇様に頼んでどうとでもなるんで6月中は。でコツがあるね。余剰、そう余剰のコツなんだよね。六本木を倒すか、盗塁とか、あとは粘り打ち。粘り打ちはコツをもらってるんで、あとバント、あと何かあったっけ。ちょっと見てみよう。余剰余剰どこだあいつは内野手だ。盗塁、粘り打ち、バント、他のはないよね。よし、じゃあこれは倒しましょう。余剰すみかちゃん何気に評価マックスじゃねえし全然デートしてねえからな。まあ最悪ね、井戸端が起こったらデートして評価を上げるっていうのもありですからね。ありがとう精神ポイント。今ね精神ポイントは貴重なんだよ本当に。つくも、もう左キラーとかね これで2回目か。また体力を回復してくれてちょっと呼吸を上げましょう。精神だいぶ溜まったよねだいぶ溜まったよねって言っても168か。 B までしか上げらんないか。パワー、筋力わりかしあるね。技術が足りてないのか。ここはまあ本当に特にっていう感じだからな。スクモを下げておくか。いや早いな、やっぱり暁キャラをね入れるとね早いっすよね。あとはねちょっとこの前指が若干重たいっていうのがあるんでそこはしょうがないかな。これは精神ポイントをもらっておこう。7位、あーでも
これだけ手に入るのか、ラプパが発動してるとはいえ。そうするとさ、 SR7 ってすごいよね。これ PR だからね。しかも PR の普通の25だからね。いやー、 SR7 欲しかったな本当に。あとはいつ復刻してくれるか。よし、ここもきっちり打ってこう。で、パワー上げると技術が足んなくなる。でも呼吸に関しては別に技術使わないからいいか。よっしー。いや、これだけさ万全の体勢を敷いてバンジージャンプを失敗すると結構悲しいからね。まあ、打撃能力も悪くはないんで、なかなか際どいところを投げてくんね、このカラスマくんは。これはボール。ボール。よーし、ツーラン。まだ投げてるか。 V スライダーはねちょっと打ちづらいんですよね、やっぱり。これカラスマとかすげえかわいい。でもカラスマ結構抑えてるね、俺に打たれてる割には。俺以外抑えられてるっしょ割と。あいつさえいなければみたいな。あ、これでつくものポイントが下がった。来た来た来た、5月いける、まだ大丈夫、修復可能。もう本当にこいつらは別に無理してつくもを倒す必要はないんで、今のところはどうしようかな。これデーとしてちょっと一回評価を上げるか。どうしようかね、スミカちゃんでいくか。まあ2人のデートを完走させるのはねちょっとさすがに無理なんで、まあ、練習で評価を上げていくっていうよりは体力を回復させつつ評価を戻していくと、そういう方向でいこう。これも試験受けよう。怒り守る、お前のプライドをズタズタに引き裂いてやるとか言ってね。打てないんだよね。ミートが D だからな。どうしよう、開く、ちょっと待って。やばい、怒り君を怒らせてしまった。しかも絶好調じゃねえかよ。いやー、これは待て、とりあえず5点。今のな強振だったらなホームランいったっぽいけどな。イエーイ、一発狙おう。いやー、これはちょっとめちゃくちゃしょぼいな。ほう、行かなかった。完全に俺のプライドがズタズタに引き裂かれてしまった。こうやって負けとどうなんだっけ。監督の許可で普通にポイントが下がった。今のね全部で20ポイント下がったのか。練習メンタル、どうするかな。まあいいか、ちょっとメンタルやりつつ、まあ、こういうのもね怒ってくれれば怒ってくれたでいいんで。7位、これは7位でいくか。で次いい練習がなければちょっと
デートしましょう。これも何気にねひどいよね、この主人公のバカさ加減で。コツがあるね、これ大丈夫か。まあ、空デートだったとしても別に評価は上がるから、まあ、こういうコツはやっぱりポイントがでかいんで取れるときに取っておきましょう。また回復してくれんのか、ありがたいっちゃありがたいんだけどな。だからタッグとね彼女キャラが重なってくれるとめちゃ楽なんだけど、これどうなの、一応頼むか。別にマイナスにはならないっしょ。もう1じゃなかったっけ、つくもって何にもない怒られて終わった。7位、あーつくもとせっちゃん、いやこれもでも悩むな、1回くらい練習してもいいよね。タックプラスだってコツはでかい。てかさ7位のコツ多くねえか最近。でもここら辺のイベントとか本当なんかどうでもいいわみたいな何にも起きない。いやもうさ絶対大丈夫でしょ普通に考えていや失敗はするんだけど、あありがとう監督。じゃあそろそろちょっとつくもを倒しておきますか。さすがにちょっと怖いんでね。え 3% あんのこれで次はデートしよう。これで全員打倒完了ですね。あとはちょっと評価上げをやらないといけないんで、左キラーか重そうだな。あこれだ、まだ終わってなかったか。そういえば頼むぞマジで、飛んでみせる、俺は飛ぶマジかよこいつ。ムード丸とか悲しすぎる。じゃあちょっとスミカちゃんとデートしましょう。ここはスミカちゃんとデートをして、であとはせっちゃんと練習して甲子園を迎えよう。甲子園まで行けるかっていうのがあるけどさ、いやそれは大丈夫でしょうさすがに。あこれもまだ終わってなかったか。やっぱり後指じゃなくて前指が重いね。惜しいな。これ経験点変わるんだっけ。いやなんかだいぶ変わってそうだな。7位のコツが来てる。せっちゃんがいない。ちょっと大丈夫か7位ってなんでこんなコツが来んの。コツ率アップついてるんだっけ7位って。ちょっと能力を上げましょう。え、ミートだな。B 欲しいね。で、パワーヒット効果は取ってあるでしょ。左キラー。めちゃくちゃ重いわ。2でこれだからね。1とかだったらさらに重いってことでしょ。じゃあ、せっちゃんいなかったらデートしよう、これ。スミカちゃん大丈夫なはずなんだよな、これ。なんか怖いな、でも。怖い。怖い。走ろう。あ、5だ。全然足りてねえわ。あ、スミカちゃんもともと足りてないんだっけ。で、あとはもう本当にデートせっちゃん練習、デートせっちゃん練習でいかないとちょっときついな。まあサクッといって、いや多分全体的にはね悪くない。まあやっぱりね全部が全部はうまくいかないんで、本当に全部が全部うまくやろうとすると多分結構ハゲると思うんですよね頭が。これはボールでしょ、これはボール、よしとりあえず1本で、なぜか点を入れられてるからもう点を入れとかないとこれも大丈夫。球速がね遅いとだいぶ変化球も
合わせやすいんで。わりかし取られるね。もうちょい下だったか。フォークはやっぱり難しいね。怖い怖い。これはあ結構際どいね。もう本当に線の上じゃんっていう感じだけど、シンカーか。シンカーなんて持ってんだ高岡くん。わりかし変化球主体だな。まあ、とりあえずここはポイントをもらっておいて、これでせっちゃんと練習ができるのかな。 7% とか微妙にあるね。そもそもせっちゃんがいないんで、ここはせっちゃんデートをしましょう。であとは間違えないと落ち着いていこう。落ち着いて、で8上がるでしょ。一応タックが来てるとはいえ、せっちゃん大丈夫だよね。どうする、これなんか美味しいっちゃ美味しいけどな。次7月の4週どうする。まあいいや、ちょっとやっぱりせっちゃん優先だな。これで1足りないんだよね多分。1足りなくても大丈夫なはず。ちょ甲子園とかにせっちゃんが練習に来てたら一応やろう。これパワー A に持ってけんじゃないか。パワー大丈夫だね。なんか筋力足んないかなって思ったけど、意外にナナイがコツをくれるんで。お待たせ、甲子園前だ。ツーアウトランナーなしという場面で、アバター君、これやだ。アバターボール8号とか待ちてねえわ。待て、際どいね、アバタ君。だからこういうストレートを逃さないと。アバタ君は本当にストレートを逃さない。いや今のちょっと遅れたけど、パワーが A あったから持ってけたな。パワー C とかだったらもしかしたら厳しかったかもしれない。今回のね、サクチャレはまあわりかしヒットパワーを上げられるんで、そこがいいですね。 SG とかのサクチャレだったかな、もう本当に D とかで挑まないといけないみたいな時が あるときついっていう。行くと思う。よし OK、 とりあえず甲子園出場。暁大付属だからね、行ってほしいのは行ってほしいよね、優勝まで。あとはちょっとタックを見つつ、せっちゃん満タンだね。でもどうしようかな、甲子園でも練習をしたいから、とりあえずメンタルで回復させよう。念のためすみかちゃんの評価を見る。その他関係者、すみかちゃんも OK と。よし、じゃあ本当に甲子園は練習に集中しよう。さて、怒りとの勝負。この前はなケチョンケチョンにやられたかんな。しかし今の俺はミート B パワー A。 ちょっと待ってフォークはやだ。でも打つもうちょっとだけ下だったか。そうすれば多分ホームランに行ったと思うんだけど、まあ別に。これいくつもらえるんだっけ。20か、まあ、コツとかはね別にいらんからな。特になんかいい練習があるわけじゃないんで、スミカちゃんがいると体力の減りが少ないからこれにしとこう。甲子園では3回練習しましょう。ミートってあげられるかな。あげられないか。なんか欲しいのある、左キラー欲しいな
あ、チャンス、チャンスちょっと1だけ取っとくか。あとは何アンダーとか特にな、実際いらないかね。初球取っておこうか。こうやってると技術がどんどん減ってくね。さよならとかさよならになるかもしれないからね。あ、ムード取っとこう。精神的支柱欲しかったな。そうすると本塁生還、結局技術使い果たしたな。少しでも打てる可能性を上げたいんで。お待たせいたしました。ワンアウトランナー一塁という場面で川端、あっと、いった。とりあえず点を取る、これが重要だ、はい、よし、3点取ってくれてる。追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー。あ、これスプリットだ。打った、ファルボー、投げた、打った、強い当たり。いや、いいね。ミートパワーがでかいと本当打ちやすいわ。リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている川端。第2球、スプリットは本当にね、打ちづらい。あ、ちょっと悩んだ。第3球を投げました。これは、うお、厳しいところ投げてきた。2球目のストレートを捉えられなかったのが、あれだな、初活に変わってる。ワンアウトランナーなしという場面で、スタミナ G ってすんげえ減るんだな、1球投げると。ああ、打ち上げてしまった。とりあえずホームラン2本打ったから、よしとするか。64、 OKOKOK、 何にも来ないね。ちょっとスカウト評価上げとこう。 あんま高くねえな、スカウト評価。これはドラフト1位は無理か。技術が全然足りないから総力上げとくか。 C にしとこう。突然こいつ足速くなったかんな。甲子園に来てこいつめちゃくちゃ足速くなったみたいな、まあ、それを言えば守備とかも全部そうなんだけどね。動きが違うみたいな。うおー、2点取られてる。2回の裏、何してんのよ。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは川又。ボール、まずはインコース高め。第2球投げました。うわ、しまった。そしてルイにも出てないし、点も取ってくれないし。赤月大付属攻撃に入ります。先頭バッターは川又。とりあえず1点返して、もう1点誰か取ってください。自分で取るしかないか。赤月大付属追う展開で迎える5回です。自分で取るしかない。あったんだぞ。怖い。もう1点欲しい。これは入ってくる。無理。ここまで全打点を叩き出しています。カウント1点が欲しい。ファーストランナーをチラッと見て、これは全然入ってない。はっきりしたボール球、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。そしてわりかしさ、こいつ変化球だね。こういう変化球キャラはね、投げました。え、これは入ってきたか。ギリギリのところ、よかった。2回戦を見事突破した。怒り、よくやった。お前が暁のエースだ。まあ、とりあえず決勝まで行けたっていうかさ、甲子園来てさ、全くタックが発生してないんだけど、どういうことよ。で、 5% とかさ、やってさ、怪我すると嫌なんで、 2% とかの、ね、怪我すると嫌なんで。15の19、あ、こっちでいいや。あとは爆速だな。爆速を打ち崩す。で、技術は例によって足んないね。 A にする技術力はないということは、まずチャンスを取ろう。あれ、こっち左だっけ。またはい、左取ろう。あとなんか欲しいの。満塁になるかもしれないね。ちょっとロールヒットってこと、ここら辺でいいかな。よし、これで牙を打ち下せば全てが終わる。全国のなんでさ、こう2点入れられんの。一ノ瀬だよね、多分先発バッターは川又。投げました。ボール、バッターよく見ました。第2球投げた、爆速、強烈、いった、入った、よし。5番
赤月大付属リードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面、川端第2球投げた、ちょっと待って、ヒット、おおおおお、転がっている、川端ツーベース、すげえポテンヒットだな。同点で迎える5回です。そして4対4か、川端初球から重い、取ってこれで3アウト、もう一本ちょっとホームランが欲しい。赤月大付属変わってる、リードで迎える7回です。ツーアウトランナー、君なんてもう目じゃないんだよ、いった、入った、よし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 、オッケー、決めました、いや全体的にはかなり良かったと思うんだけど、どうかな、途中のねあのサボり癖とかねあれがなければな本当に。まあただ全体的にはいいはず、これは試合も悪くないし、怒りからは全然打てなかったけど、さてどれくらい出る、暁11 20ポイントも回収して、ドラフトだな、ドラフト1位はちょっと無理かな、まあ無理か、しょうがないそれは。まあでも2位で30ポイントずつ回収して、エピローグで回収して、でスミカちゃん SR プラゴ、いや本当に SR プラゴのスミカちゃんはねありがたい。96だからね、これめちゃくちゃでかいよな。で経験点的には7500はいかなかったか、まあでもいいかな全然。ここら辺とかマジどうでもいいからな。肩なんとなく上げとこう、でもなんかそれなりに強い選手だね普通に。これをちょっと上げとくか、よし、精神ダダ余りだな、呼吸上げとこう、なんだかんだで精神余ったなやっぱり。いや普通に強いわ普通に強い。ただこの経験点の余り方からすると大体なんとなくですけど、精神が余りそうだね。競争心せっかくだからつけとこう、怪我しにくさが取れなくなったか、悪気打ちとかつけとこうあとはこれを適当に上げて、まあ S2 か、そう金徳がないからね、そうか金徳がないからか。じゃあこれで、まあ、とりあえず OK にして、まあ、これはこれでいいですと。まあ、登録はしなくていいな、こいつはそれなりの選手だけど。まず総経験点が7400で、これでなるほどなるほど、全然計算ができない、計算ができないけど49位とかさ、いやまだ始まったばっかりだからねこれ全然ここからどんどん落っこっていくと思うんだけど、とりあえず1万9000か2万いきたいね。そうするとちょっと鮮度をなんちゃらってもらえるな、まあ、ここら辺はちょっともらっとくとして、銀ゲートがいっぱいもらえるな、やったやったやった。パワーストーンももらって、そうパワーストーンはね神楽坂くんを引くので使うからね。3000点以上で SR ガチャ、6000点で SR ガチャ補助券だけど、8000点で補助券、1万1000点こいつ入れた方がいいのかなそうすると鍛えて、PSR のゲドウくんももらえるのか、ここら辺はすげえもらえるな。であとは招き猫とかあれか、お守りか、招きお守り、招きお守りみたいなちょっと仙道くんのあれを見たいな。パワーチェルも行かなくていいか。でプレゼントボックスに来てんのかな、僕いっぱいあんな仙道くんこっちを回収して、で仙道くんって特攻キャラ何ってか
ポジションどこ、そもそも。サクチャレを見ればいいのかな。鮮度、特攻イベキャラに追加しましたと。でただ特攻イベキャラいくつなのかだよね。もらえるやつだから少ないかな。あ、特攻イベキャラ1だね。これだったら二宮入れてた方がいいかね。一ノ瀬とのコンボもあるんで。でちょっと仙道くん自体は全然知らないんで能力を見ましょう。こいつ扇風機とか持ってんだパワーヒー、アベヒー、広角、あ、初級も持ってんだ。1級入魂持ってるってことは。で代打、いぶし銀、打球伸びと。コツはすごいね、まあ、いっぱいあるっていうところがちょっとあれだけど。チームプレイバスエラーとかコツすごいね。代打はまあそのまま直撮りするでしょ。だからあとはここら辺かぶってるキャラと一緒に使えばかなり回収しやすいですね。というところで、まあとりあえずサクチャレの経験点1万9000点出せたので、当面の目標は2万点ですねを出せるようにちょっとやっていければと思います。まあただね、今回かなりいいサクセスではあったので、まあ、ここから更新しようとすると結構難しいかなという、印象はあるんですけれども。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。